おはぴよー、どうもひなぴよと。はい、どうもドリエです。はい、かしこきの神どこで切るんだろうね、これ。かしこきの神、かしこかしこきの神、きの神なんか名前みたい。確かに、かしこきの神さん。こうペーポー何言おうとしたか忘れた。2日目です、トゥルーエンドを見た後なんですけど、最後バッド2、胸クソ悪い状態で寝たくなかったから、うん、ちょっと次の日に持ち越そうってことで、朝から撮ってます。朝から撮ってます。寝起きです、ね。はい、朝からとか寝起きとか言ってるけど、時間的には昼の1時20分昨日3時半ぐらいだったから寝たの。大丈夫、よしじゃあバッドエンド2をね、回収するためには、うんうん、なんだっけ、あのね、バカなことばっかり言えばいい、ね、そう、すごいアホな発言ばっかりしろって書いてあった、うんうんうん、からお金持ちだからそれくらい余裕でしょ。あー、ここで、うん、多分ここは同じなんだね、うんうんうん。じゃあもうパーっていっちゃいましょうか。朝だからほんと声が出ねえんだよな。それな。はあはあ、みんな元気そうですね。ね。あー、すみえ先輩がいるよ。すみえちゃん、ここでも外せばいいのかな、ここもじゃあ適当に入れればいいのかな、うんうん、多分。あー、中田くん、意外、なんか意外だな。ん？マーガレットちゃんってこういうの怖いと思ったりするんだね。当たり前でしょ。ぶち切れられた。はあ、なんだかバカみたいね。少し落ち着くわ。ん？うん。で、ここからは一緒かな。うん、いや、選択肢まで進むがあるのがとても楽です。ね。狼かもしれない。狼かもしれない。聖夜先輩の趣味は確か武器集め。まだ隠し持っている可能性は高い。ちょっとスズグモン、聖夜様疑ってるの？え？すっごい目で見ててこっちが怖いんだけど。そうだった？ごめん。聖夜様はさっきので潔白だって分かったでしょ？何を疑ってんの？他にも武器を隠し持ってるかもしれないと思って。それになんだか口数も少ないから詮索を避けてるのかもって。聖夜様はいつもクールだし。アリス思うんだけど、聖夜様って武器収集が好きでしょ？うん、趣味のはずだよ。趣味で集めた好きなものを殺すために使う？ここ一緒か。うんうんうん、よーし、ペッペッペペッペッペ、行っちゃおう行っちゃおう、テンポよく行っちゃおう。ポジティブなのかな、ポジティブなのかなうん、なんとも風也くんらしい考え方ね。え、聞こえてたの？ええ、全部口に出ていたわよ。私は3人がゲームだと信じられるには何か理由があると考えているけど、まさかそんな答えが出るなんて。だって3人ともどんなゲームでもいつも楽しんでるし、何より僕も結果はどうあれ今日の処刑が終わればこのゲームは終わりだと考えたいんだけど、終わらなかったりするの？それはわからないわこの辺からは一緒かな、うん、よーし、ピッと。さあ、肯定しようか。肯定、うん、はい、僕もそう思います。これ多分あのワンルート目と同じだから、うんうん、ここは同じで進めちゃうわ、うん、さあ、ここは会話しなくてよくて、会話しなくてよくて、で違う人に入れたらいいのかな。入れるか。じゃあアイスちゃんに入れるね、うん、はい、バンバン。怪しくないと思う、うん、どうして？どうして？恥ずかしい話なんだけど、僕すごくバカだから、もしかすると夜の間のことをど忘れしてるのかと思っちゃって。風也くんに同意した部長さんと果たして二人が本当にそうだったとしても、僕はスミエ先輩だけが怪しいとは思えないかな。そう、ありがとう。風也くん今朝のことも覚えてるか不安だなんて、もうちょっと自分に自信を持ってもいいと思うわ
私は部長さんと副部長さんの発言に注視しながら F 役の反応を見たいの。一緒だねこの部屋。ここは一緒だね、うん、よし。で怪しい人を、うん、マーガレットちゃんが怪しい占い師の証が本物だという確証がやっぱ持てない。こんな場を仕切って進行させてる。いや、マーガレットちゃんにいいようにされてるのかも。もう少し考えてもいいよ。うん、うん、で、せいやが狼？せいや先輩が狼なら幼馴染でもともと信頼のあるスミエ先輩を味方につけようとしている。でもスミエ先輩だけじゃ、僕とマーガレットちゃんがせいや先輩に投票するとしても同数でランダムになってしまう。そんなの狼にとって危ないんじゃないかな。部長さんはとても幼馴染み思いみたいね。あ、小さい頃かだね、これ、うん、小さい頃からずっと一緒、羨ましいわ。うん、だから危ないの。せやな。私だって部員の誰かがまたあんな風になるところなんて見たくないわ。マーガレットちゃん、間違えられない。うん、じゃあ、うん、ここからまた多分一緒かな、うん、ここでセーブでき、あ、できる、できる、ちょっとセーブしといて、うん、セーブ、うん、オッケー、セーブして、なんかき、あー、うん、ここは一緒かな。一緒で、スミエはやがてを食べた狼じゃないと思う。はい、うん、わからないって言われてこれ、スミエがやがてを食べた狼だと思う。おー、あー、ここだよ、ここ。うん、うん、わからない。わからないがアホっぽいよね、うん、ごめん、わからない。なんで中田くんが狙われたのか僕にはわからないけど、わからないんだ。わかったわ、ありがとう、ふやくん。もうすぐ投票の時間ね。うん、どうなるんだろう、うん、BGM 変わらない。変わらない。さあ、せいやに投票する。おかしすぎないか。あれ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 、バットマンだ。あれ、さっきのさ、選択肢でさ、わからないじゃない方がいいのかな。やってみるか。うん、で、じゃないと思う。じゃないと思う。狼だと思う。うん、ここでもセーブしとく。そしたら、まあいいや、うん、意味ないけど。で、予想して。予想してか。中田くん、すごく気遣いができるよね。みんなの変化にすぐ気づいたりして、すごいなって思ってた。そういうところが怖いと思って中田くんを狙われたのかも。わかったわ。うん、うん、変わるかな。どうだろう。せいや投票して、おかしすぎないか。同じっぽいな、そうだね。どこで、うん、どこだろうね。あーなんか正しい発言しちゃったのかな。あの最初のさ投票でさ、うん、みんなと一緒のアリスちゃんに入れたじゃん、うん、全然違う人に入れてみたり。オッケー、違う人に入れてみよう、うん、カッツ。まあ いや大丈夫、でも大丈夫だった、うん、さっき、うん、で、うん、ここで狼かもしれない。ずっとせいやさんを疑っていくスタイルでいこう。勝ち、うん、狼かもしれないと。ポジティブなのかな、うんうん、まあ、ここはね、否定、うん、せいや先輩の言うことなんて誰が信じるか。せやれせやれせやせや
一瞬出てくるアリスちゃんの顔が怖い。うん、怪しくないと思う。つみや先輩が狼なわけないじゃん。せやせや、せや先輩が怪しい。うん、うん、あー来たー、いったー、これでバット2入れるんじゃない。流れ変わったぞね、うん、僕は聖夜先輩に投票します。あ、ごめん聖ちゃん。マジか。うん、聖夜先輩に。うわマジ3票。おい、僕は何も見たくなくて強く目をつぶった。そしてどさりと人の倒れる音がして、え、そんな、せいちゃん嘘、終わらない。そんな、うわ、前の投票の時と同じように意識が遠のいていく。もういや、誰が言ったんだろう。あれ、そして僕が目を覚ました時、僕の目の前には狼が。ああ、あ、こういう、え、なんだこれ、なんこれ、なんこれバグバグ、うん、え、じゃあ最後すみえちゃんが残っちゃったから残りの2人も来るみたいな感じ、食われて終わっちゃったっていうバッドエンドか。へー、たどり着くのめっちゃ大変だったけど、めっちゃ大変だった。もう全部コンプリートしましたね。イエー、よーし、面白いゲームだった。うん、キャラクター可愛いしね、個性的だったね。え、これで人狼ゲーム結構分かった？鳥ちゃん分かった。よし、じゃあ今度は一緒にやろうね。やろうぜ、リアル人狼ゲームね。やだー死ぬということでお疲れ様でした。でした